長、えー、井さん、お疲れ様です、はいえー。ライブ放送でのご質問ありがとうございます。あとですね、えー、とかんいろいろとあのメールの方をいただきありがとうございます。まず、栃木セミナーのおー感想のメールいただきましてありがとうございます。はい、であとですね、えーまあ多分僕の,あの今昨日、もうちょっと日付回っちゃったんですけど、あの多分。 あの僕の本を買って特典申請していただいた方にですねメール全体配信送ったんですけどあ、まあ、ちょっとね配布してた特典のリンク先が変わったんでちょっとあのメールの方を打ちましたけど、はいまあ、そちらもあの一応申請した当時にお渡ししてるやつなので、まあ、また見ていただいても大丈夫です、はい、あとですね 吉谷会の方は、あの、個別でまたちょっと、LINE の方いただけると助かります。もしくは、なんかその、LINE の ID を送っていただければ、僕の方で、えー、検索して友達申請しますんで、えー、お願いします。はい。その、新しくアカウントを作ったっていうことなんで、 そのアカウントの LINE の ID を送ってもらえれば、うん、あの、吉谷会の方にはこう追加できますんで、はい、よろしくお願いします。あと、体調が戻られたらドリアカの究極のコンテンツ、ブログのカリキュラムも見たいですと。はい、すみません、こちらもですね、えー、作りたいと思います。 ドリアののの方方、方ででコンテンテツの方僕の方で、まあ、最近は他の人のこうコンテンツを結構充実させてたんですけど、まあ、僕の方もコンテンツの方をちょいちょい取っていこうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、またあのなんだろうな、ねまあ、だいぶ元気になりましたんで、はい、頑張っていきます、まあ、だから今年中には 本当に結構今カツカツでいろいろ仕事もやってるんですけどドリアカーに関しては僕の講義ですね僕の講義はまあ今年中にはちょっとある程度はもうだいぶちょっと作り込んで終わらしたいなっていうのはありますただそのまあ1億とかねそっちの方を作っても多分ほとんどの人できないと思うんで一応ねあの作ってえやりますけれども充実させるのはその各,各ジャンルの コンテンテツカリキュラムとあとはまあ100万のそこら辺をちょっと充実させて1000万と1億あたりはまあちょいちょいでいいかなとは思ってます。まあ、多分できる人が非現実的だと思うんで一応講義の方は作りますけど、まあ、メインとしてはそっちの初級中級のカテゴリーをのコンテンツをすごく充実させて。 で上級まあ超上級というか超上一億とかそのレベルになると超上級になってくると思うんでそっちの方はまあちょいちょいあの <laughs> 講義の方を追加できる形にしようかなと思っております。はい、あとは大丈夫ですかね。まだ、まああのまあ、今日も あのライブ放送でご質問いただいて回答させていただいたとは思うんですけどまあ分かんないことあれば永井さんの場合はいつもライブで質問いただけるのでまあ今日も結構何,何かしたらヒントはあったんじゃないかなと思いますんで、えー、京都のブログに関してはめちゃくちゃいいと思います是非、はい、頑張ってください、はい、ではですね、えー、また何かあればメールくださいありがとうございます